西の浜明神台に到着。お旅主催が執り行われ、お旅所のある西の浜での引き込みは唐津くんち最大の見せ場ともいえ、重さ2トンから3トンを超える引き山が輪立ちも深く競い合い、死力を尽くして砂地に挑む。引き子たちは江戸時代の引き渋り名残の装束である。町ごとに衣装を凝らして染め抜いた揃いの肉襦袢とはっぴ、ポテ、江戸原、パッチに身を固め、勇壮華麗に山を引く。